元織森長旧宅外館、元織森長旧宅は、三重県松阪市との町にある史跡である。江戸時代の国学者、元織森長が12歳から72歳で亡くなるまで、この家で暮らし、2階の書斎を鈴の矢と名付けた。1909年に、保存のために、松坂城跡の現在地に移築され、現在は、元織森長記念館によって管理されている。 一区前の跡地とともに1953年に国の特別史跡に指定された。元織のりなが旧宅内部、元織のりなが旧宅の建物は1691年に元織のりながの祖父オズ34エモンテージが隠居所として建てたものである。最初建物は松坂職人町に建てられ、後に松坂大町に移築された。 元織範長の先祖は代々伊勢国の北畠家の家臣であり、本居家初代の元織武秀は、ガム氏ジに仕えた武将であった。その頃な衛門の代から死を追ずと、改めて松坂に住み、尾付けは、木綿問屋を営んで、江戸天持ちの豪商として栄えていた。範長が11歳の時、父の34四衛門定理が病没した。内は、義の総合が おずけの家運は次第に傾き始めた。翌年、母勝は、ノ長とその弟一人と妹二人を連れて、五人家族で、魚町の隠居所に移り住んだ。ノ長は、この後、若い頃京都で医学を学んだ7年間を除いて、72歳で、亡くなるまでの間この家で暮らした。義兄の死後ノ長は、おずけを継いだが、商いはやめ、死を、 祖先の元を織に戻した。そしてこの家で町医者を営む傍ら、古事記伝の執筆をはじめとする日本古典の研究や工学の指導に取り組んだ。則永が五が53歳の時2階の物置を改造して新しい書斎を作った。鈴を愛好した則永は書斎の床の間の柱にかけ鈴を吊り下げ、執筆活動の息抜きにそれを鳴らして音色を楽しんでいたという。 のりながはこの書斎を鈴の矢と名付けた。この家には、のりながの子孫が明治時代まで居住していたが、1905年に、のりながに十三味が追蔵されると保存の機運が高まり、1909年に、鈴の矢遺跡保存会の手によって、松坂城二の丸跡地に移築され、の長当時の姿に復元された。1953年、元折の長旧宅と、 一区前の魚町の跡地は国の特別史跡に指定された。元織森長記念館現在、元織森長旧宅は財団法人、鈴の屋遺跡保存会が運営管理する元織森長記念館の敷地内にある。鈴の屋遺跡保存会は元織森長旧宅及び旧宅跡、その他関係史跡、遺品等を保存し、 業績を調査研究するとともに検証に努めるために設立された団体である。元織のり長記念館は、のり長の実施、元織春庭の子孫の家に伝わった資料や、のり長の養子元織多平の子孫の家に伝わった資料などを所蔵し、うち467種1949点が、国の重要文化財に20種31点が、 三重県の有形文化財に指定されている。元おりのりなが旧宅では、のりながが医療活動を行った店の間や、公爵や課外に使用した奥の間など一部が公開されている。鈴の矢は保存のため立ち入ることはできないが、石垣の上から内部を伺い見ることができる。ありがとうございます。